年もどうぞエミネチャンネルよろしくお願いします。はい、ってことで今年一発目の動画はですね、毎年大バズりしてるグレイルの福袋開封動画でございます。なんとね、グレイルのこの福袋、アウター2点、ニット6点、その他のアイテムが5点、合計13点入って、なんとお値段が7999円です。すごくね、普通に。で、去年からずっと予約表記になってたアイテムだったので、皆さんもうそろそろ届く頃なのではないかなと思うんですけれども、一発目の動画はグレイルのこのね、福袋を開封する動画から始めていきましょう。どれくらい大きい箱かと言いますと、ワンワンがこんな感じです。イエーイ、かわいい。確か去年の福袋も、去年じゃないよ、あれ一昨年かな。え、爪取れた、悲しみなんだが。爪のハートが取れた。カッター使えよ。え、やばい。なんかさ、普通にお店屋さんの納品みたいな。私アパレルしよったけんさ、こんな感じでお店に納品されてたよ、お洋服。よし、じゃあ早速開けていきます。え、かわいい。じゃーん。前グレイルで多分買おうと思いよったやつかも。え、かわいくね。普通に当たり引いたんですけど、ちょっと先にバーッと出して何個か着ていこうと思います。じゃん、こんな感じのボーダーのニットが入ってた。え、かわいい。しかもね、シャギーでめっちゃ私っぽくない？当たり。やった。じゃーん。え、ねえ、かわいい。ハート柄のカーディガン。え、これ大当たりじゃない？え、嬉しいんだけど。しかも最近さ、かわいいモチーフ大好きだし、しかもね、このハートさ、刺繍になってる。え、やった。これは当たりすぎる。次。え、ちょっと待って、これ私さ、前のさ、グレイル購入品で買ったことある気がする。これのキャミとピンクのカーディガンのセット。前さ、黒いスカートと一緒に合わせたことがある。でも可愛い。てかさ、これ入ってんのやばくね。普通にさ、人気商品だよね、これ。これはでもね、ちょっと被ったから友達かなんかにあげようか。結構買ってるってことじゃん。じゃーん。普通に使えるやつ。しかも、袖がフレアになってるニット。使えますね、これは。ありがとうございます。じゃーん。すっごい厚手のニット、かわいい。めっちゃ私っぽ。なんかね、肩にボタンがついててかわいいです。これ後で着てみるわ。着らんとちょっとかわいさわからんかも。めちゃめちゃかわいい。え、ちょっと待って、今のところ当たりすぎない？全部ね、これ絶対かわいい。ニット、これ後で着るわ。着らんとわからん。肩が出るニット、こういう形の。多分ね、首がポワンってなってて肩がちょっと出る。こういうね、結構ざっくり編みのニットでした。かわいい。これこれデニムとかと合わせたら絶対かわいい。大人かわいいニットが入ってました。え、待って、普通にさ、ボトムとかも入ってる。え、私服でさ、私普通に使うようなさ、スカート入ってたんですけど、プリーツスカート、ありがた。しかもかわいい。ちょっとなんかウールっぽい素材で、なんかさ、どのさ服にも合いそうじゃね。当たりじゃねえですか。じゃーん。え、かわいい。なんかね、台形型スカートなんやけど、後ろが多分リボンになる。最近さ、こういうちょっと甘めアイテムとかも好きやけん、嬉しい。こういう感じの甘々。え、かわいい。これかわいいかも。え、なんかさ、福袋ってさ、挑戦するきっかけになったりするじゃん。ちょっと私は若すぎるかもしれないんですけど、こういうハートのカーディガンとチェックとの組み合わせとかもめちゃめちゃかわいくない？え、かわいい。じゃーん。マフラー。このカラーのマフラーかわいい。ピンクグレージュみたいな。ピンクベージュ、大人かわいい。ブルベーみたいな。かわいいマミキャン。このマフラーもちゃんかわいいマミやな。おーマミキャン。どうですか、ふわふわな着心地はどうですか。怒ってるんですか。結構好きじゃん、おマミ。次が、じゃじゃーん。なにこれ、ブランケット。なるほどね。私ちょうどこういうブランケットを車でお餅と豆と一緒にお出かけする時の膝掛け用が欲しかったんですよ。だから車に置くように使おうと思います。ちょうどいいサイズだわ。お餅と豆が膝に座る時にブランケットかけようと思って。おぼんないでよ。今年もいっぱいおも豆と旅行行きたいな。おも豆とタケと4人でね。じゃーん。待って、こういうものってさ、福袋に入ってるもんなんですか。こういうね、シャギーの帽子が入ってた。え、すごくね。マミちゃんに大きいけど帽子が入ってました。大きいけど帽子が入ってました。可愛いですね。どうですか、マミちゃん。結構マフラー気に入ったんだよね。あ、お色の上がいいな。マミちゃんも次何が出るのかなって気になってた。ガガ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 ガ
え、見て、ダウンが入ってた。え、嬉しい。しかもなんか襟大きくて可愛い、このダウン。じゃん、こんな感じ。大人可愛い黒のダウンが入った。しかも軽くて、なんかこれからの時期重めのアウターはいらないよみたいな気分やったんやけど、これくらいなら使えるわ。当たりじゃね。え、ありがた。可愛いですわ。おー、ダウンが黒だったからいい感じでこの配色はいい感じですね。じゃーん、可愛い。ファンのコートが入ってます。可愛い。全部で7,999円か。めちゃくちゃ安いんですけど、豆もちょっと信じられないから今可愛いんですけど豆めっちゃ気に入ってるよね、これ。豆ちゃんちょうだい、ちょうだい。ダメな、豆ちゃん気に入っちゃったの。はい、ってことでグレールの福袋13点全部出してみたんですけど、え、だから正直、まあ、私がどういう系統でも着るからか分かんないけど、え、全部当たりだったえ、めちゃめちゃ全部可愛かったんですけど、これはみたいなもの正直なかった。なんか全部着れるわ、普段の私服に。だから楽しいよね。なんかいろんなさ、ブランドで福袋って出るけどさ、グレールって普段から安いけどバチボコさらに安くなってんじゃん。だって待って、7,999円割る13は携帯、携帯、オーナーの携帯1枚あたり615円だってやばくね。615円でだってさ、このアウター変えたりダウン変えたりって思ったらバグでしょ。正直だってこの価格だったら1個くらい全然外れ入っててもいいもんなって思えるくらいちょっとバグってるわ。グレールの何個かね、気に入ったやつ着てくるわ。はい、ってことで最初に出たこのニット、え、めちゃくちゃ可愛い。これすぐに私服にリストインします。めっちゃ可愛いわ。気持ちいいし、この脇下のタポンとかも可愛いし、肌触り良すぎて、あとこのプリーツスカートも良すぎ。めっちゃ私の私服って感じ。可愛い。黒じゃなくてネイビーって感じなのもいいわ。デニムとかとの相性もバッチリそう。はい、ってことでなんかめっちゃ可愛いニットを着てみたんやけどね、これさ何これさ何が正解なんかよくわからん助けてほしい首はこういう感じ、なんかオフショルっぽいよ。けどこのアム何、これ、これ何、これにさ腕出す感じとかじゃないよね。絶対違うよねこのニットの正解がちょっと分からんかも。私なんでこれ穴が開いちゃうの。正解分かる方教えてください。肩出るんよ。けどこうやるとちょっとなんか中途半端な位置に肩が開いてるのよ。可愛いんかなと思ったけど、ちょっとよく分からないかも、このニット。え、ちょっと分かる方、有識者の方教えてください。逆とかじゃないよね。このカーディガンさ、めちゃくちゃ可愛い。ほら、なんか肩のところがパフってなってて、え、これ正解すぎね、これ当たりすぎね、可愛くね、いい感じ。ちゃんとハートがさ、刺繍になってるのがさ、中見えないよ。袖までハートついてるし、可愛いわ。多分定価でも買ってる子多いんじゃないかな。可愛くない、普通に当たりでした。それにアウター普通に中見えな気がする。可愛い。なんかさ、ファーの部分もさ、全然安っぽくないよ。結構たっぷり厚みのあるファーで、え、かわいい。これが1900円とか入れても、あ、うんうんうんって感じ。おもちくん、おもちくん、もうやばい、犬犬ワールドすぎてやばい。裾のね、余った布のとこにおもちゃがね、寝始めた。かわいい、おもちゃ、なんかお団子のせいでちょっとなんか平成感出てるんだけど、普通に巻き下ろしでゆる巻きとかしてたらめちゃめちゃ可愛いと思います。竹はこれくらい、159cm の竹でいい感じで、もう一個さ、ダウン入ってるからさ、もう一個のダウン着てみよう。で、このニットがさ、一番可愛くない？このオーバーめな感じが可愛い。これワンピなんかな？ワンピではないけど、チュニックだ。こんな感じ。え、可愛い。めちゃくちゃ肉厚で、オーバーシルエットで、あざといシルエットで可愛いよ、これ。これは、福袋とか入ってなくても買いたいくらい可愛いです。大当たり。で、これに、もちくんごめんね。ダウンめっちゃいいよ。着てびっくりした。正直さ、このニットってさ、厚手だから多分着膨れはするやろなと思ったんやけど、着膨れしにくいじゃん、いい感じじゃん。なのにこれ、この開けてきた時のさ、この襟めちゃめちゃ可愛い。フードはないけど広がってる襟めちゃめちゃ可愛いし、しかもここがリブになってる。だから寒い風が入ってくるから、寒い国で生きてる人大事よ。よ、しかも厚手のやつ着てんのにさ、ゴワゴワしないんですけど、え、可愛くね。しかも形めっちゃ可愛くね。程よくショート丈って感じ。こんな感じ。
待って、今年グレール髪引きしてるんじゃないですか。今回の福袋で一番嬉しかったのはこのニットとアウターとスカートとこのニット、それ以外も結構全部使えるけん全部嬉しかったんだけど、地味にこの車に置いとくブランケットとか小物とかも地味に嬉しい。いやけん大当たり嬉しいです。はい、って感じで今年初の動画はグレイル福袋開封動画だったんですけれども、皆様グレイルの福袋買った方は開封してみてください。私はこんな感じでした。なんか人のさ開封動画とか見るの楽しいよね。だからちょっとこの時期いろんな人の福袋動画とか楽しみにしてるので、私も他の人のやつあさろうと思います。ってことで皆様今年1年もよろしくお願いします。いろんな楽しい動画出していきたいし、去年独立したっていうのもあるし、なんかもっと楽しい動画上げていきたいなっていう、いろんな、ね、楽しいことをこれからもたくさんもっともっとパワーアップしてできるかなと思いますので、皆さん今年1年楽しみに待っていてください。はい、ってことでこっちもよろしくお願いします。みんなの当たりもあったら教えてください。今年最初の動画は以上です。今年1年よろしくね。バイバーイ。